おはようございます。だいぶ減衰してますね。昨日さ、めっちゃ風強かったけん、そうね、そういうのもちょっと風強かったけん、あるんかな、あるんかなと思うんだけど、ね、え、浅くね、結構こっちは浅い、なんか向こうの辺の沖がちょっと深い。あ、そうなんや。この辺底沿いはもう浅いん、クランク危険、クランク危険ねやけど1メーターぐらいしかもおらんけん、だから1メーターもねえよ。じゃあTN で行くかな。あっちい服脱ごっかな。あっちいな、日向。ちょっとダメだ、これ脱ぎます。今のうちに脱いどく。よいしょ、 OK、 よし。え、マジで。はいはい、よっしゃ。なんか飛ばんな。師匠から DC 音が素晴らしいわ。全部これにするわ。全部これにする。お、ライン発見。よいしょ、ダイング。なんか TN 釣れる気しないんでルアーチェンジします。やっぱあっち側やわ。あっち、うん、お、来た。ウィー。これがアベレージ。おお。これアベレージ。20センチぐらい。うん。誰か来た。気のせいかな。気のせい。やっぱ師匠ってさ、うん、あれある霊感。ねえ。なんで。誰か来た発言って怖いんやで。なんで。車の音とかそんなんかなっち。そっちよ。違う違う、霊感なんかねえわ。大丈夫、向こうの方が手前にめっちゃ石とか入ってるんだ。へえ、ブレーキとかもあったりするけど。ほうほうほう、ブリッツ、ブリッツマックスが欲しかった。ノーマル、ノーマル、ノーマルブリマックス。車やし、これぐらいの距離感が大事や。おらんな、これ多分。あんな、これいませんね。ダメだ、リスクを犯すだけ無駄やった。バセな、クランクを引きづらい。ザリビーグジュニア買います。あ、やべ。いやー、これはやべえな。多分こいつのあいつやね、この木の分かれて取れんかな。何ポンド12。でこれネット使えば取れるから。ああ、よし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 、持っててよかったネット。そうやな、これネットなかったら殉職しちゃったわ。殉職しちゃったかもしれんな。何何笑いよ。危ない危ない、これねえと死ぬから。跳ねた。お、やっぱ当たってたな。いや、水温測っとくか。そうやな、え、低っ、13度。おマジで低いな、やっぱ。え、めちゃくちゃ低いやん、ここ。
寒いからか。このメタルバイブ持ってくればよかったな。18度ぐらいあったんだよ、マジか、この間まで。そのつもりで来たけど、今日13はダメやな。また来た。メジャーフィールド化してきてるよ。ちょっとやめてほしいな。あれ出れるかな俺ら。蹴っていいよな、蹴っていいよな。治安治安治安。土曜やしな、移動する。移動しますかね。取れません。おお、だいぶ減衰しておりますね。めっちゃ工事の人がおるんやけど。さあ工事中です。大減衰。でかいんじゃん。お、でかい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 。まあまあサイズ。よっしゃ、スレッドぜい。やりました。うわ、かわいち。ウェイ、ちょっと傷だらけやね。ルアー大好きフィッシュ。30センチ、中頃かな。信頼と実績のザリバイブジュニア。危ねえ、今日坊主になるとこやったわ。いや、めちゃくちゃ釣りやすいな。減衰のおかげやわ。減衰のおかげでギュッて絞られてるから、めっちゃ釣りやすいと思う。工事のおかげ。やっぱおかっぱりは一気に減衰してくれた方が絶対有利だね。水が多いとやれる場所が少ないし、届かないしね。多分夏以外はね、減衰してくれた方がね、ありですね。夏はあんまり減衰すると水温も上がっちゃうからさ。全域届くもんな。絶対にバスに出会えるけどね、どっかしらで。工事様様やな。何してっか知らんけど。ちなみに工事の人に釣りしていいよっていうのは確認済みです。友人 T が。俺じゃないけど。なんで？どうする？ああ、了解了解。あぶね。届く。いけるか。ちょっと待って、難しいな。さすがにコントロールできんな。そうやな、もうちょっと長いやつを、これより長いやつとかある？あ、縦にな。そう、
あ、多分今足元に着水したよ。この辺に手届くと思うよ多分。あ、マジで？多分。ちょっと見に行って。見えんかな。その辺に多分。はい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 。あった？おお、取った。貴重な。オッケー。外してもらおうて。1300円儲けました。いいかね。オッケー。こっちやる？こっちでやる？持っていこうか？こっちやろう。よし。よいしょ。よいしょ。ここやべえな。ズボリそう。おお。ズボル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 、やべえやべえここ。やべえやべえここやべえな。はい、一本一本だけやろ。ん、一本やろ。あ、一本一本お願いします。これ届かんかったよな、この竹で。届かないでギリ、あとね、ほんの50点。結構突き出しちゃうんだよね。もう工事にしておらんくなったな。うん、早いね。休憩か上がったんじゃない？もう秘密兵器出すわ。なに？あはは、色ね。これよ。浮遊エビの浮遊地どういう意味？なんか浮いて遊ぶんだ。あー、そういう浮遊なんよ。うん、エビがほんとこうふわっと浮いてるような。へー、多分。じゃあ俺はレベル5オリジナル。ダリバイブじゃない理由としては水がちょっと綺麗なんだよなっていうことで、でブースト出すほどじゃねえかなって、そういう曖昧なところだから。レベル5。この辺とかさ、うん、こうなんか深くなってるわ。なってんね。おりそうじゃね。おりそうやけどね。全然違う。やり方が違うんかな。あー、やっぱそうかな。ちょっともらんのかな。50ぐらい連れてくれんとボツになるよ。必死だ。マジで。昨日最大何本ぐらいな。いや昨日はそのあれ、あそこやってた40。ああ、いや、ここで。ここで？うん。あ、ここで釣った時は 50.5 やった。マジで？うん。そんなクソできるの釣れた？その前の週ね。ああ。前の週はそれが釣れた。50.5 っち。こんなにな、あの長さがあるわけじゃなかったけど。うん、そうなの、 50.5 なのに。 50.5、 このメジャーにもうはみ出るぐらい。マジで何食っとるんっていうぐらい。マジでいいよな。もう3年ぐらい50アップ釣ってるもん。バラム使っても47とかやもんね。どういうことな。不思議やな、こんな買ってんのでな。嫌になってくるわ。なんか死んじゃうのかな。来た。お、サイズは？あ、バレた。バレた。そんなにでかくない。あ、ほんと、うん、釣れんな。頼む。やべえな。40ワッポ1匹でいいんや。ほんとや。じゃねえとボツになるんや。頼む。どうしよっかな。巻いてもダメっぽいね。そうね。これいっとくか。グランサーチャー。お、ギルが来た。もうギルでいいよ。ギルが来た。ああ、食わんかった。お、来たよい。ギル、わあ、なんか久々に見たわ。
ギルロイドやん、ま、完全な真冬やったらな、うん、釣れんでしょうがねえで済むやけど、そうじゃないですかね、浅いところにおらんとは思わんけどな、と思うけどな、うん、釣れそうやけど魚ごらん、どけ、何これ、バスか、分からん、バスじゃねえかも、濃いかもしれん、引き方がえぐいぞ、あ、バスや、でかっ、濃い、濃いかと思った、おお、でっか、マジか、引き方が濃いだったぞ、おお、でっけ、マジかマジか、これ50いったんじゃねえか、よっしゃー、でっかでっか、よいしょ、ウィーウィーウィー、50はねえか、イエーイ、でっけー、40? 俺が50あるかなと思ったら50ないから47ぐらいやろ、測ってみよう、測る、もちろん、何言ってるんですか、あ、俺がやらないこと普段ういーうい、47やと思うわ、47、あ、でかいでかい、下5、おびやき、メジャードンピシャじゃね、ほら47、おお、サラメジャー、ちょっと待って、写真撮ろう、ウィー、はい、チーズ、ウィー、ウィー、オッケー、ウィー、サンキュー、出たな、おっしゃ、ボツなしや、ボツなし、あざっす、来たね、まあまあ苦労してるけどまあまあ苦戦してるけど、夕方のなんかあるんかな、うん、いやスローダウンでしたわ、じゃあ今のちょっと解説して、解説ですか、うん、寒かったな、一気に、とりあえずマグナム使わせてよ、ああ、あったな、そんなそんなのあったわ、ちょっと待って、回収してから、ね、うん、あ、ちょっと一回、どうなんやろうな、アンタレス DC と比べて、あれ、ギアス何ぼっけ、何ぼやったっけ、 5.何ぼよ、アンタレス DC は 5.6 やけど、一緒ぐらい、一緒ぐらいかな、ちょっと低い、カーコンの方がちょっと低いんだね、いや、だから楽やと思うけどな、ちょっと待ってな、 ML やろ、 ML マジ、あ、ちょっと待ってね、よしよし、 OK、 うわやば、あー、なるほどね、もうな、断言できる、こっちの方が楽そうなんや、断言できる、いや、楽やわ、ああ、
これあるな。あるか。あるある。全然ある。ただそれが100やけん、うん、ラインキャパ的には合わんのよ。200の方がいいってこと。そうそうそう。おっと。これもうな。来月になったら接触。いや、ちょっと年明けとか近いの。もうそれいい。おピーンとか言いながら。いや、全然アンタレス DC より楽。おお、そうなんや、やっぱり。これほんまに楽やわ。ありがとう。さっきの魚でエンディング入っちゃっけ。あれエンディングでいいやろ。今日もあれ以上出らんの。え、わからんよ。わからんよ、それやな。これ、うん、いいよ。さすがにこれかなり軽く感じると思う。それタイニークランクやからね。タイニークランク 6g ぐらい。おお、今引いたわ。これはな、これやっぱあれいいよ。なんかな、正直な、うん、アンタレス DC があれば、うん、カルコンいらんくねみたいな、ちょっと思った思った、ちょっとね思ってたんやけど、違う、多分違うと思うな。いや多分な、うん、使用用途とか特化型なんやろな、うん、巻き物でカルコン使うみんなのそのあれが分かるわ。あ、いや、このね、この巻き心地はやばい。これはあ、本当、うん、これはやばい。でそれで多分二級品やけん、いいやつはもっといいはず。とこれもう200やわ。200、あ、200ハンドルじゃねえ、ハンドルじゃなくてカルコ200ね、うん、いやすごいすごいわ。どういち感動した、感動した。これあのさっきのデカバスより感動した。いやいいいい、あれはもう声引っ掛けたからって感じです。So fast that you'll miss it if you blink. So now